皆さんこんにちは。月に60万回就活生が訪れるウェブサービスを運営している就活の教科書です。今回は新卒でスタートアップはありなのかについて解説していきます。皆さんはスタートアップと聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか。スタートアップって自分で会社を動かしてる感ある、会社の創業期とか死ぬほど忙しそうなどなど、スタートアップにはキラキラしたイメージがある一方で激務に追われているイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか。そこで今回はスタートアップって新卒が入っていいところなのかな、スタートアップの実態を知りたいと思っている方に新卒でスタートアップに入るべきかどうかをご紹介します。この動画を見ることで新卒でスタートアップに入るべき人の特徴がわかるので、スタートアップに最近興味が出た、ベンチャーと何が違うのという方は最後まで見ていてくださいね。はじめにスタートアップの定義について見ていきましょう。スタートアップの定義は様々ありますが、設立したばかりの会社のことをスタートアップと呼びます。具体的には創設6年以内で従業員数50名以下と定義されることが多いですね。それってベンチャー企業と同じじゃないと思う方もいると思いますが、基本的にベンチャー企業と意味合いは同じになります。ただスタートアップ企業というとより規模の小さい会社を指すことが多いですね。正直そんな小さな会社に新卒で入って大丈夫という疑問については賛否両論あるのが現実です。賛成派の意見としては、高い資座で仕事ができるので自分の成長につながるというのが挙げられます。高い資座とはより経営者に近い立ち位置で仕事ができることです。会社の事業の方向性や戦略立案、予算の管理など会社全体の動きを常に考えながら仕事ができます。将来起業を考えている就活生は大企業よりもスタートアップに入る方が企業の近道になることは間違いありません。一方反対派の意見として、キャリアが台無しになる可能性があるということです。スタートアップはまだ成果が出ていないことが多く、成果が出る保証もありません。そんな状態でスタートアップに入社をすると、給料が全く上がらないどころか最悪の場合倒産する確率も大企業に比べ圧倒的に高いです。事業によっては3年以内の倒産率が 50% という業界もあります。新卒で入社したのに数年後に会社が潰れてしまってはキャリアに傷がついてしまいます。それほどスタートアップに新卒から入るのには覚悟がいるんですね。それでは次に、そんな覚悟がいるスタートアップに新卒で入るのに向いている人の特徴を3つご紹介します。新卒でスタートアップに向いている人の特徴、1つ目は主体的に自走できる人です。スタートアップ企業では誰かに教わることやマニュアルがあることはほとんどありません。自分で進んで行動して仕事をこなす自走力は必須です。新卒で何もわからない状態なのに教えてもらえないの？という方もいるかもしれませんね。そんな方に絶対身につけておいてほしいスキルがあります。それはググリ力です。要は調べる力をつけておくだけで自分で何とかしようという癖がつき、結果的にただ教えられてできるようになるより何倍も成長速度が速くなります。率先して主体的に行動できる人、ググリ力のある人はスタートアップに向いてると言えますね。新卒でスタートアップに向いてる人の特徴2つ目は、自己管理能力がありメンタルが強い人です。スタートアップ企業は好調不調の波が極端なため、好調の時はもっと事業を伸ばすにはどうすればいいか、不調の時はなんであまり事業が伸びていないのかというように、どんな時でも冷静に物事を分析して判断する必要があります。様々な業務を任せられる中で、初めから全てにおいて結果を出せる完璧超人はいませんよね。完璧でないからこそ、結果が出ず気分が下がった時のメンタルケアが大事になってきます。自分でメンタルをコントロールするのは難しいですが、ストレスの原因を特定しリフレッシュできることも立派なスキルとなってきます。オンとオフの切り替えや息抜きの時間を作ることを普段からできる人はスタートアップ企業に向いてますね。そして最後、新卒でスタートアップに向いている人の特徴3つ目は、泥臭い仕事を苦にしない人です。スタートアップはキラキラとしていて希望にあふれているイメージがあるかもしれませんが、実情は大量の雑用に追われています。大企業であれば事務やパートで賄える仕事でも、スタートアップ企業は役員クラスが雑務をしなければいけません。書類のまとめやデータの整理など泥臭い仕事はいくらでもあります。しかしこの泥臭い仕事を地道にできる人こそスタートアップに向いている素質があります。スタートアップ企業に入社したからといって新卒からやりたいこと、面白いことができるとは思わない方がいいでしょう。泥臭い仕事を乗り越えた後でやりがいのある仕事は待っているものです。はい、ということで新卒でスタートアップはありかということについてご紹介しました。スタートアップで聞くとなんだか自分のやりたいことを仕事にできてかっこよさそうと思ってしまいがちですが、常にリスクがつきまとう覚悟のいる企業ですね。新卒から圧倒的に成長したい人、将来起業してみたい人、成果にとことんこだわりたい人は、新卒からスタートアップ企業に入って圧倒的成長を目指すキャリアも視野に入れてみてはいかがでしょうか。これからも就活に役立つ楽しいアニメ動画を週2本ペースで投稿していきますので、就活を楽しく学びたい大学1、2、3年生はチャンネル登録よろしくお願いします。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。動画でわからないことがあればコメントで教えてください。すべて返信させていただきます。ご視聴ありがとうございました。